警告の潜水艦が突然機能停止して、大騒ぎになってるらしいぞ。どうせキムチとかキムチとか、キムチとかでも潜水艦のフィンに詰めたんでしょ。しかもどの分野の技術開発も世界から遅れまくっているようで、頭を抱えているようだぜ。しゃあない、キムチ農家に切り替えていけと言いたいところだけど、これは気になるわね。ということで今回は韓国の潜水艦が航海中に突然機能停止。その結果、予想外すぎる結末に唖然。お送りするぜ。皆様の意見をコメントしてね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、様々な分野において世界に遅れを取っている警告。そんな警告が日本に最も遅れを取っている軍事力分野が宇宙だ。人工衛星がなければ偵察や無人機など、ほとんど全ての武器体系がまともに作動しないからな。日本に対抗意識を持つのは勝手だけど、警告は北を監視しないといけないんだから日本に頭を下げて、衛星の技術売ってもらったらどうかしら。まあ米国にとっては宇宙分野でロシア、C 国との戦争に命運をかけるものだし、日本も同じだな。つまり宇宙が戦場に変わっていくのに警告は対応できていないのね。そうだな。しかも日本は2020年代半ばには妨害衛星を打ち上げる計画だぜ。この衛星はロボットアームで他国の衛星を破壊して通信を途絶えさせ、偵察衛星の機能を失わせる。警告の衛星にも適用可能な軍事戦略だな。そんな衛星があるなんて。元 JAXA 鹿児島宇宙センター所長の坂爪則夫氏は、日本の宇宙技術のうち、最も誇れる技術をドッキング技術と述べているぜ。ドッキング？ JAXA は蓄積されたロボットアーム技術と世界最高レベルの、ドッキング技術で妨害衛星にロボットアームをつけ、外国の人工衛星を破壊することが可能なんだ。人工衛星にも穴はあるのよね、ごくり。意味わかんねえが、ドッキング技術を軍事的に使用すればミサイル迎撃技術にも転用できるんだぜ。ミサイル迎撃技術は日本にとって必須の能力だし、開発を続けてほしいわね。そして警告は2021年を目標に 1.5 トンの人工衛星を打ち上げる独自のロケットを開発中だが、日本は偵察衛星の地球の軌道26トンの人工衛星を乗せる、ことができる、H2A 液体燃料ロケットをすでに保有しているんだぜ。燃料を入れるのに時間がかかる H2A ロケットだけでなく、ボタンさえ押せば、直ちに発射できる 1.2 トン弾頭用固体燃料ロケットのイプシロンもあるな。つまりは、軍事的に転用すれば直ちに大陸間弾道ミサイルを日本は保有できるんだ。そうだとは思っていたけど、まさかこのチャンネルで大々的に喋っちゃうとはね。これ、警告とか C 国に情報漏れたりしないの？そうだな。視聴者の皆さんも日本の H2A 液体燃料ロケット技術の話、聞かなかったことにしてくれ。いや聞いちゃったから。視聴者の皆さん、H2A 液体燃料ロケットの、今後の開発がどうなっていくかについて、コメント欄で教えてね。さて、ICBM を発射するには大気圏最侵入技術が必要となるんだ。ふむふむ。そして日本は宇宙に発射した人工物体を大気圏内部に再侵入させることにかなり、以前から成功していて、ICBM 技術で北朝鮮をはるかに上回っているんだな。その気になればいつでも作れるのよ。うっふ、UFO と一緒で作らないだけなのよ。いつかは国防政策として表面化するだろうが、技術的には ICBM の力量を全て備えた宇宙強国なんだ。偵察衛星能力も2025年までに10機に増やし、北朝鮮の、金正恩書記長がどの建物から出るかも把握できるぜ。キム氏を YouTube ライブで流し続けちゃうか。あと習近平の日常とかも垂れ流しましょ。まあ、韓日間の宇宙軍事力を比較すると、その差を狭めるのには数十年の時間が必要だ。警告は未来に備える領域のうち、最も急がれる分野は宇宙だとしているがな。技術もないのに宇宙が一番大事とか、理論がガバガバなんよ。日本の宇宙分野は安倍首相が宇宙戦略本部長として、直接指揮してから、発展ペースを早いままキープしているがな。警告は見栄を張りたいだけでしょうけど、日本は偵察を強化していきたいものね。そうだな。警告が宇宙分野における国防政策を急がなければ、武器を、保有しながらも機能を発揮できない意味のない軍事力になる恐れがあるんだ。警告は独自の GPS がない反面、日本は準天頂衛星システム、QZSS という独自の GPS を持っているんだぜ。現代戦の武器体系は GPS 人工衛星なしには通信が、難しくなり、ミサイルを正確に行動することもできないからな。ああ、だから警告軍はミサイル関連の精度がいまいちなのね。ん？関係ない？でも戦闘機の着陸精度もいまいちよね？ん？関係ない？さて、海洋軍事力はどうかというと、日本は空母の導入を決めているんだ。
空母は攻撃型軍隊の象徴であり、日本の国防政策の変化を実感させるな。戦後平穏だった北東アジアの国防体制が攻撃的に変わり始めていることに警告は気づかなければいけないわけだ。約2万トン級の出雲型空母加賀とともに、米国製垂直離着陸戦闘爆撃機 F-35B を40機導入することにしていて、日本は近い将来、少なくとも3隻の空母を保有する見込みなんだぜ。その頃警告は何をしてるんでしょうね。日本には追いつけないと悟ってキムチ農家にでもなってるのかしら。そんな警告は2020年に空母設計に着手する計画だが、暗雲しか立ち込めていないんだぜ。警告は空母の運用経験がないが、日本は第二次世界大戦当時21隻の空母を運用した経験があるんだがな。むしろ警告には潜水艦自体がいらない気がするけど、気のせい？しかも、日本の潜水艦は水深500メートルの海底まで降下できるし、なぜそれが可能かといえば、レーザー溶接技術で日本は世界最高レベルだからなんだ。一方、警告の潜水艦はすぐ水が漏れる、情報も漏らす、わけよね。そんな中、警告は日本の軍事国旗にどう対応すべきかと躍起になっているんだぜ。え？そっち？警告は国力の面で C 国と日本の軍備競争に飛び込んではいけないんだが、しかし、C 国に続いて日本も空母を保有することになれば、三面の海、特に独島、守るためにもやむを得ず空母の保有は必然の選択となるとのことだぜ。日本の竹島を愛してやまないのね。なんで頼んでもないのに守ってくれてるのよ。こうも言っているぜ。警告領土の独島自国の領土だと妄言を吐く日本の空母が独島機に布陣する日が来れば、警告も空母で対抗するしかない、と。え？いつから警告に空母があったと錯覚していた？また、日本は海底には潜水艦、海上にはイージス艦、空中には F-35 戦闘機編隊、宇宙には偵察衛星と独自の GPS 人工衛星体制を整えているからこそ、空母打撃群が形成されるだけに、十分な装備を備える必要があると警告メディアは言っているな。十分な装備？いや、揚陸艦さえまともに作れないじゃないのよ。そして独自の GPS は平和的利用と軍事的利用にも活用できるため、早期保有に向けて急がなければいけない。日本の無人トラクターは GPS を利用し、正確度の誤差は6センチしかない。それほど GPS システムの構築は重要だ、とのことだ。警告の GPS は誤差がすごいっていうからね。二つ目は、韓米同盟が強固でなければいけないとのことだぜ。C 国はもちろん、日本の軍事力が警告が対敵できる範疇から抜けてさらに、強大になっているため、警告は米国を最後まで掴んでおく必要がある。米国は日本と軍事同盟だが、太平洋戦争で命を懸けて戦った敵であるため、日米同盟を通じて日本を牽制する目的もあり、米国の日本牽制は韓国にもプラスとなると言っているな。日本関係ある？日本を敵みたいに言うけど、日米韓、全部仲間なんだよ。反日教育で育ってきたから、そう言ってたら落ち着くんだろうな。主語、述語みたいに反日は警告の文法に入れ込まれているようだぜ。メアリーは反日の申し子だ。なるほどこういう感じね。嫌な例文だな。最後に、第二次世界大戦が終わってから74年が、経過し、北東アジアの安保地形が大きく変わっている。最小限の防御力は備えるものの、韓米同盟という外交策略を通じて子孫が安全に暮らし、誰も狙うことができない、強い大韓民国を築いていく必要があると締めくくったな。さすがお笑いの国ね。兵器のレベルは低いけどお笑いのレベルは世界一だわ。しかもな、あのユン大統領もとんでもない発言をしていてだな。実は、ごくり、チャンネル登録と評価ボタン、コメントをしてくれた方に抽選で警告最新原子力潜水艦チャンボコー。チャンボコーどうすんのよ？まさかプレゼントとか言うんじゃないでしょうね。2022年11月、警告のユン・ソンニョル大統領は28日、降伏、日本による、植民地支配からの解放から100年となる2045年に、自力で宇宙船を火星に着陸させるなどの計画を盛り込んだ未来宇宙経済ロードマップを発表したんだ。おお、いきなり話を変えてきたけど、まあいいんじゃない。夢見がちな国民への支持率稼ぎなんだろうし。ユン大統領はソウル市内のホテルで開かれた未来宇宙経済ロードマップ宣言式に出席し、宇宙強国に飛躍するための45年までの政策方向を提示したんだ。火星をプレゼントするって？未来世代に月の資源と火星の拠点をプレゼントするとして、5年以内に月に向けて飛行できる独自のロケットエンジンを開発して、32年に月に着陸し、資源の採掘を開始すると表明したんだぜ。うわ、ドンピシャじゃないの。でも月の資源に火星の拠点か。5年以内にこの計画がなくなりそう。その上で、
月火星探査、宇宙技術強国に飛躍、宇宙産業の育成、宇宙人材養成、宇宙安全保障実現、国際連携主導といった、6つの政策方向と支援策を明らかにしたぜ。この6つの政策方向も、5年後にはなくなってそう。また、専門家を中心に構成される宇宙航空庁を科学技術情報通信部傘下に、新設し、大統領が国家宇宙委員会の委員長を務める方針も示しているな。科学技術情報通信部は宇宙航空庁設立推進団を立ち上げ、発足に向けた準備に着手しているそうだぜ。ユン大統領、支持率下がりすぎて頭おかしくなったのかしら？それとも核最新の副反応かしら？一方、宇宙開発関連企業は、ユン大統領のロードマップ宣言に続き、宇宙経済実現に向けた共同宣言文を発表しているんだぜ。宣言文には、ハンファイアロスペースや LIG ネクスワンなど約70社が参加中だ。宣言文じゃなくて妄言文では？一つ言っておくけど、支持率稼ぎで安易に反日政策に切り替えたら今度こそ日韓関係は終わりよ。警告は定期的に国民を夢に浸らせる期間を設けるからな。キムチと一緒で浸らせておくのが好きなのね。さて、話を戻すが警告の源泉保有への鍵は、国策事業として、推進できるかどうかにかかっていると警告メディアが報じているんだ。ふむふむ。警告はこれまでにも原子力潜水艦建造を何度か計画してきたが、結局実現することはなかったんだな。ちょっと、他は成功したみたいな言い方よしなさいよ。今回の原子力潜水艦建造計画だが、警告は4000トン級の、チャンボコ3が原子力潜水艦であることを認めているんだ。核燃料を一度装填すれば短くて10年、長くて20年以上も燃料交換なく無制限に潜航できるそうだぜ。だがな、今から5年後、大韓民国に果たして原子力潜水艦が登場するのだろうか。その場合、どこで誰が原子力潜水艦を建造するんだろうか。だから、5年後には計画自体がなくなってるんだってばさ。科学技術会によると、国内で潜水艦用原子炉を開発できるところは2カ所だけだ。これに対して警告坊教授はメディアに対して、原潜開発は可能だと思う。70年前の1949年に米国が世界初の、原子力潜水艦ノーチラス号を開発した当時も5年しかかからなかった。警告は過去20年間、一体型中古型原子炉のスマート原子炉を、開発してきたため、原子力潜水艦用の原子炉も5年以内に開発できるだろう。許認可に必要な多くの技術はできている。国家の意思だけが重要だ。まるで自分たちがアメリカと同レベルとでも言いたいかのようだわ。寝言は寝て言いなさいよほんと。では国防部の2021-25中期計画はどこで誰が実現できるのか？だから知らないって。2021年から開発を始めれば、やはりスマート原子炉を開発した原子力研究院しかない。我々のものは効率と経済性を高めるために二次系統、タービン、発電機などに超臨界 CO2 発電機を使う。一般原子炉の蒸気タービンが1分に 800rpm の速度で回転するなら、我々のものは、1分に 12000rpm と非常に速く回さなければいけないとのことだ。確かに夢見がちすぎて頭高速タービン状態だけども。また計画についてもまず2022年までに船舶用原子炉の概念設計を終えるとのことだ。まだ計画案レベルでだが、2028年までに砕氷船事業のための原子炉を実際に開発するとのことだ。そして2030年までに産業界と共同で、原子炉が搭載された実際の船舶を建造することを目標にしている。最近注目されている北極航路用の輸送船や砕氷船、潜水艦も、数万トンに上る。超大型太陽商船用の動力源として原子炉を使用する可能性があると話しているぜ。ああ、頭が痛くなってきたわ。やっぱり、警告のお笑いスキルの高さは世界一かもしれないな。これからも警告から目が離せないぜ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。